いつものように中日は現在5連敗中です。今季5連敗以上を喫するのはこれで3度目、過去2度もあって、そしてその度にこの中日メガホンというアイテムを作ってきた。もういい加減その辺メガホンだらけなんですけどね。これ以上手に入れてどうするっちゅう話ですけど、作るとメリットしかないので今回また作りましょう。地獄物語、今回の相手は5月20日から始まる広島カープ3連戦で、それが終わればすぐさま2022年の交流戦が始まることになる。交流戦前最後のリーグ戦、連敗を止めて交流戦に向かうのか、連敗のまま交流戦に向かうのか、どうなるのか注目。カードの初戦、両チームのオーダーこんな感じで、今日はチームのピンチに注目してシンプルにやっていこうと思います。ここ最近なかなかやってなかったやり方ですね。シンプルがゆえに嫌なんですけど、いっぱいピンチを作ってそこでいっぱい失点するチームですから、初戦で連敗を止められるのであればいいんですけどね。そう簡単にはなかなかいかへんチームやからな。だからいっぱい負けてきて、今季すでに3度5連敗以上喫してきとんね。3度で終わるつもりもないですけど、また連敗を止めたと思ったら連敗が始まる、もうその繰り返しですよ。ここ最近そういうサイクルでしか生きられない球団なので、負け続けないとダメみたいなとこあるよ。マグロのごとく泳ぎ続けないとダメみたいな、負け続けないとなんか呼吸ができない、エラから酸素が入ってこないみたいな感じで、ほらほらほら今日も酸素を手に入れるため負けそうなピンチが来たぞ。言うても2アウトなんでね、たやすく抑えられるはずなんですけど、でもうちには例外があって、ここがたやすくいけない。あー危ない。ゼロで切り抜けて共にヒット2本ずつできているが、先に得点を取るのはこっちじゃない、こっちじゃないのね。今満塁だったよね。相手はねホームランでね、いいないいな、羨ましいな。こっちにはできないことをしてくるから、本当に相手の打線が羨ましい。カープ打線なんてそこまですごい打線でもないし、強さを覚えるような打線ではないけど、うち基準で言うたらめっちゃ強いから、そのうち基準で比べたらめっちゃ強いチームにまた打たれて3点目、負けや負けや負けや。6回ビハインドってなったら1回も勝ててないチームなんで、今見て7回裏でビハインド、勝てるわけないよね。すでに得点を与えてしまっているので、これ以上与えても問題はない、データが示してる。野球というのは全て数字に現れますからね、印象とか記憶とかそういうんじゃない。そのチームの弱さ強さは全て数字に現れていて、数字通りに俺たちは負ける、だって弱いんだもの、そういう数字が出てるんだもの。もうあがくこととかしなくていいんですよ。このまま無様に負ける、まあ無様という言い方おかしいですね、いつも通りに負けるっていう、そのいつも通りが無様だから、どういう表現でいいんだろうな。まあいつも通りに負けましょう、それが中日らしいと思うので、ここから同点に追いついてくれる、逆転してくれるっていうのは花から期待してないし、打席に入る坂倉に対して失点を許すのか、簡単に抑えられるバッターじゃないし、よかった失投だったんですけどね、相手の打ちミスに助けられた感じ。まあでも3点与えとる時点でやから対照的だよね。こっちは満塁のチャンスを7回の表に作って、そこで得点取れなかったチームと、相手は少ないチャンスからホームランで得点を取って勝ったチーム、俺たち負けたチーム、いつものように。ええなあ、チャンス自体はそんな作れてないけども、でも少ないチャンスの中で6回先頭バッターの小園出塁から3番の坂倉ホームランで2点取って、その後も3点目取れるチームなんだから、それがカープなんだね。うちは全然ちゃいますけど、6回先頭バッターの大島2ベースで出塁ですよ。絶対得点入るやんってところなんですけど、その後の岡林がキャッチャーゴロ、珍しいことやったなお前、おそらくバント失敗したんでしょう。3番の阿部はフォアボール、その後の木下もアウトになって、この時点で2アウトですけど、その後アリエル・マルティネスがフォアボールで繋いで、さあ福田頼むぞというとこ三振。こいつビシエドの代わりに一塁手で、これからスタメンで起用し続けていく選手なんですけど、いきなりめちゃくちゃ不甲斐ない結果残してるね。4の0の3三振でこの得点圏での三振。はぁ、マジかお前。いきなり絶望を届けんな。例えばこのゲーム負けたとしても、ビシエドが全く打たない代わりに起用し始めた福田が打ってくれるのであれば、ええかもって思うかもしれへん。新たな希望が見えてきた、光が見えてきたってなるかもしれへんけど、新たに起用した選手がいきなりこれよ。希望なんてないねん、何もないねん。この流れでメガホンが発売され、スニーの調子上がんのかい。上がるんだね。ビシエノの状態が上がったわ、打ってないのに。高橋宏斗の状態も上がって、あ、でももう一人上がらなかったね。3人上がるはずなんですけど、なんで3人目省略された、意味わかんねえ。2試合目はメガホンで状態が上がった高橋宏斗を先発で起用していくが、状態上がって普通なんかっていう、応援されとんのそんな顔色おかしいやろお前。まあでも気持ちはわかるよ、変にやる気な方がおかしい、あいつどっか壊れてるよってなっちゃうからさ。連敗を止めるようなことができるのか、いやできないからもう諦めたっていうのは言っちゃダメだし、でもそういう気持ちになってるのは嘘じゃない。負けるんでももっとなんか希望を持たない
出してくれる立ち込めるそういう負けならいいんすけどないもんな。負けですら、いや負けって希望ないよ基本的にね。でもなさすぎんねんな、どうあがいても勝てんやろっていう負け方するから、ここで1点を取んのかい。いやでも1点で止まる、今のも満塁、多分ねセリーグというか12球団で一番満塁の機会が作ってると思うわ。それはもうデータでは見れないから印象の話になるんだけど、やってたらほんとね毎試合ね満塁の場面って絶対あるし、基本作ってるよ。3イニングに1回くらいの感覚で作ってるんですけど、あーここでは鵜飼に今季2号目が生まれて、あー今日は連敗が止めれそうやね。このままいけばいろいろと突っ込みどころはあるけど、まあ油断はしないよ。打たれたら結局同じなので、打線はこれ以上打ってくれるのもいいし、まあでも守ることがテーマだな。高橋宏斗はここまでいいピッチングしてくれてるよ、ナイス。6回も抑えてくれましたね。7回も行くか。木下にもホームランが生まれて今季7本目。そらいいや。もういいんじゃない？もういいんじゃない？これ以上取らんでいいんじゃない？次に体力残しといて。高橋宏斗7回も抑えてくれましたね。このまま完封で行くか。どうする？どうする？ちょっとそこは投球内容との相談だ。球数は83球で三振11個。やべえな。ヒットもたったの2本のみでフォアボールも1つだけ。リアルな高橋宏斗の活躍、輝き見せてくれてる。こういう希望があればモチベーション湧くね。今日のゲームに関しては勝ってるゲームですけどね。負けてるゲームでもこういう何か個人で活躍してくれる選手がいたら気持ちよくなれるんですけど、まあでもここはもうさすがに交代といきましょう。祖父江ライマルといういつもの勝ちパターンで、あとは乗り越えたらいいだけの話なので、祖父江がピンチを作る。まあでも点差もあるしね、1点2点くらい与えてもいいくらいの軽い気持ちで、はいはいはい、簡単にね、難しく行く必要はないから、小難しくしなくていいからね、簡単に行くことがベストだよ。はい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 、で最後 V 字だ、うん、いいね、ここ強打掴んで、うん、素早くアウトです。この後9回ライマルで抑えるだけの簡単な話になってくるので、これ以上の得点はもういらへんからな。取らんでよ。あ、取るんだ。もう次に残しとけ。はい。で、祖父江、あ、そのまま祖父江行っちゃってるね。帰るの忘れてた。アタックポイント。点差ですけどね、ここで1点取られたらまずいですよ。まあ、入るわな。ノーアウトランナー1塁3塁なんで。もう入るわな。最悪な形やな。一つくらいアウト取りたかったな。連敗が止められないかもしれなくなってきたぞ。こうなってくるとね、アタックポイントをクリアした難易度パワフルの打線は恐ろしいですから、この流れで一気に逆転されたことも多々あった。引き続き祖父江で行きましょう。ライマルはもうちょっと後で出すわ。まだ捕まるようであればって感じやね。祖父江で行けるのであれば祖父江で行くことがベストだし。ボールゾーンなんすけどね、その際の際を打ってくるのか、お前。これで2点目が入って、点差は4点差。ピッチャー変えますね。ここでライマル遅すぎるような気がする。9回の頭から言っておけばよかったね。ちょっとそこは俺のミス。変えるの忘れてたわ。はい、また打たれる。もうこうなったね。止めようがないので、もう負けを認めて、もう負ければいいんじゃない？うん、なんかやらんでいいと思うよ。絶対打たれるから、見てて。100% 打たれるから。もうピッチャーとかバッターとか、能力関係ないこともなかったな。ここはダブル。いや、プレイだろ、お前！セカンドの動き、とろすぎ！二つのアウト取ってる状況か、一つのアウトか、全然意味合い違うぞ。仮に負けるようなことがあったら、セカンド安倍やね、今日の先輩は。確実に。許せねえ、マジで。簡単にアウト取れたらいいんだけど。ああ、これは取れるよな。取れよ、お前。さっきのアウトだって取れよっちゅう話だ。ふざけんなよ、マジでよ。いくらアウトが守備がクソな内野手とか存在価値ないね。それなら強打でええわ。強打二人追ってくれた方がええわっちゅう話になるわ。でも実際そんな二人追ったら、ああ、こいついらんわってなるんやろうけど。一人ですらいらんわ感が強いのさ。そんなのが二人おったらなおさらだよ。まあ、そんな話は一旦置いといて、もうアウトを一つ奪えばいい状況まで来てるんで奪っていこう。最後直球やな。決まればね、よかったんですけど、ナックルカーブ。はい、三振。ゲームセット。いろんなことがあって、ちょっと怒号を飛ばすことがありましたけども、連敗を止めることができました。本日のヒーローはもちろんルーキーの高橋宏斗ですよね。今日お前じゃなかったらやばかったと思うし、お前だったからこういう勝利をあげられた。あとは打線の頑張りね、いつもとは違う頑張りを見せてくれて、これだけ得点を取ってくれた。だからまた次も期待できるか言うたら残念。これ20試合に1回くらいしか起こらへんから、これだけ得点取るゲームって。だからまた次20試合後ですね。悲しいね。あんな気持ちのいい勝利をあげられたのにもかかわらず、次のゲームあんな得点がもう入らないことも分かってるし、また負けるということも若干分かってるような気がする。新たな連敗が始まるだけやで。負の連鎖がずっと続いているんで何のモチベーションもないけど、でも勝てたらいいよな。連勝という形で状態いい選手もいますし、ちょっとこの状態の良さを信じて強打を初めて上位で使ってみようかな。岡部氏が現在スランプで数字落としまくってます。これを起用するくらいなら強打を上位で使っていく。まあ、かつて使われてた選手ですしね。この起用法がもしかしたら何か流れ空気を変えて連
日にわたって得点を取るという展開を作り出してくれるかもしれない。いや、これからやっぱ1試合単位でオーダーも変えていくのいいですね。特にスランプ選手がいる場合、岡林の場合はやっぱこのスランプを乗り越えてほしい、自身の力で。だからあえてスタメンから外さず起用してはいるんですけど、やっぱそのスランプの影響で今数字落ちてるし、打ってくれてもないしね。まあ並びに関してはやっぱこうやって変えた方がいいと思うんで、強打を上位で使った結果、うわー、その強打出塁からの、うわー、で、こんなことがあるだなんて、すんごいことになったね。強打を上位で使った結果、強打の出塁からそれが得点につながって、連続ヒットがつながって、一挙6得点、こんなことがあるだなんて、いや、あったんだ、それを喜ぼう。そしてそのゲームをしっかりと勝ちましょう。いや、もうこんなん一生にないことやからな。坂倉のホームランも大丈夫、得点は取ってきてる。これまた強打出塁したね。今日2安打打ってる。ええやん、ええやん、ええやん。俺の起用法が間違っとったんか。あと福田にもホームランが生まれたし、おいよ、おいよ、おいよ、おい、ここに来てなんだよ。大島にもホームランが生まれて9点、中日が9点取るってあったっけ。振り返ってみてもないな、過去の記憶をページめくってみてもね。でも今日あってもうこんな点差なんでね、やる側としてはかなりゆとりを持ってプレイできる。まあかといって打たれるわけにはいかないから、そこはちょっとね、慎重に、油断しないようにって感じで、はいはいはい、慎重に入ってるよ。いいよいいよいいよ、間違いはなかった。あー、これどうだ、菊池なんでアウトは強打、強打じゃなければアウトできなかったし、強打が2番に入ってなければここまでの得点もなかった。ええやん、全部俺のミスやったんか。なんか気づいてしまった、ここまでの負けてる要因。いや、これが全てではないよ。あくまでも1試合単位のもとで、本当に一生に一度の奇跡がただ起きてるというだけの解釈もできる。でも事実こうやって得点は取れた。強打を2番にした途端な、またヒットとはいかなかったですけど、今日すでに2安打打ってるし、得点もさらにゲットして、ノーアウトランナー1塁3塁はちょっと大きなピンチやな、この場面。頑張って抑えてはいきたいんだけど、まあ1点2点くらいは別にくれてやってもいいからな。大きな痛手を負わないように慎重なピッチング。それで強打強打強打、また強打、セカンド踏んでファーストアウトのダブルプレー。もう強打がやばすぎる、マジで強打様様って感じで。なんか強打に救われることなんてこれから先あるかな。今日の試合限定なような気がするけど、あまりにもできすぎているので。で、しまった、これアタックポイントクリアされたんで相手の状態が上がるね、前の試合のように。ちょっとそこはまずいかな。もうピッチャー変えていいわ、3点許してるので。ほらほらほら、ヒットつながれて清水が出てきてるんだけど、全然抑えない清水じゃねえかお前よ。これ以上与えても問題はないけど、与えない方がいいよな。お前、強打が爆発して、打線も爆発して、ここまで得点取ったんやぞ。だからこそ守り切っていこうぜ。ここで投手がガタつく理由ねえだろ、お前も。本当に。なんでさっといけねえのかな。こんなゲームですらグダグダになるのが中日ドラゴンズなんかい。全然喜ばしくないわ。嬉しいわけねえだろ。誰がこんな状況に喜ぶねん。相手チームファンだったら喜ぶけど、俺は別にカープは応援してないし、カープのプレイヤーでもない。このチームを指揮してる立場としてはもうちょっと腹立ってしゃあないね。追い込んで、もうカーブ。よしよし、これも強打。もう強打がいるから、強打がいるから楽しいんだ。楽しかったんだ。そしてこれからも楽しくなれるのか、それはわからないというか、なれないような気がしてる。まあでもいいですね。このまま勝てるのであれば勝ちましょう。もう完全に勝ちゲームですから、こっからひっくり返されるって、お前どんな話やねん。そんな話ここにはない。いくら中日とて、そんなものはね、さすがにね、ない話なんで。これまたアタックポイントかよ。お前アタックポイント1試合に一度までに仕上がれ、この野郎。こんな点差でアタックポイントってもうようわからんだろ。理不尽この上ないですよ。まあでもその理不尽を乗り越えて勝ちますけどね。だって俺たちには強打がいるから、何の怖さもない。すげえ強打が頼もしい存在になってる。これは交流戦気持ちよく臨めるね。この強打がいてくれるのであれば大丈夫大丈夫。はいはいはい、ここだって強打がもう後ろにいるということを考えたら、まあ打たれてしまったんですけど、打たれたらもっとキーってなるところ、今日はなんかあまりならないね。別にまあそれは点差的なゆとりがあるし、その点差的なゆとりを強打自身が作ってくれたわけなんで、俺には強打がいる、何の怖さもないし、ビビる必要もない。行こう行こう行こう、たやすくな。えい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 え、パーカーブ反応ないんだよな、やっぱり。うん、反応ないね。これは、うん、打ってきたね、打ってきたね、打ってきたね。まあ本当ね、こんな点差で打つだけで状態上がれるのが理不尽でしかないんですけど、まあ仕方がない、それがゲームの仕様だから。この設定をオフにすることもできるけどね。まあオンの方が楽しいでしょう。簡単に追い込んで、で、アウト。はい、終わった終わった終わった。投手はちょっと下り気味でしたけど、打線がこれだけ打ったゲームなのにもかかわらず、まあでもいいですよ。最後抑えてゲームセット。強打のおかげ。まあ強打だけじゃないけど、でもそのきっかけを作ってくれたのは間違いなく強打。本日のヒーローは福田なんだ。そこは福田なんだ。強打で良かったと思う。まああくまでもこれは分かりやすい数字を残したから福田ってだけであって、俺の中ではもう強打がヒーローですよ。チームを救ってくれた、そしてこれからのチームを変えていってくれる、それも強打だ。改めて今日の強打の活躍
見ていくと5打数の3安打。やっぱ京田が作ってくれたきっかけがそれ以外にもつながって、ヒーローの福田もねこれだけの活躍してくれてる。1試合目のあの活躍は嘘かのようやな。京田の活躍によって気持ちのいい流れで交流戦を迎えることができる。さっきまで連敗したチームなんですけど現在2連勝わーで、京田によってか何なのか知らんけど岡林スランプから抜け出したこのタイミングで、マジで京田パワーすげえな。京田がもたらす力ってここまであるんだ。数字はこんなんですけどね、こんなやつ何がすごいねんって他球団ファンは思ってるかもしれないけど、中日側に立ったら違うね。京田が動くとみんなが動く、京田が止まるとみんなが止まる。だからこそ今後京田の存在っていうのは大きくなる。もうほんと中日の生命線ですね。中日がこれから劇的に上昇するためには京田の活躍っていうのが絶対的に必要になるし、まあ、さっきの活躍を見てたらね、8番で使い続けるのももったいない。京田みたいなタイプっていうのは上位にいる方が案外本人的にも打ちやすかったりするのかもしれない。だから今後2番で。岡林に関してはこれから打ってくれると思う、スランプを抜け出したことによって。だからちょっと下位打線で使うのはもったいないから、思い切って3番あたりで使って、ほんで4番に阿部置くわ。依然数字高いねん。3割5分2厘3ホーマー21打点。守備はあれやけどな、能力に対して動き悪かったんですよ。さっきは打撃は間違いなくある選手なので、その阿部を4番、そして5番に木下、6番石川昂弥以降このような並びで、なんか一気に強く見え始めてきたのは気のせいか、俺だけ？みんなには見えてない？なんか光り輝いて見えるんだけど、この並びが、この選手たちがすげえ頼もしい存在で、その頼もしさが次回以降にもあればいいんですけどね。今日の1試合限定で終わらせないで。これから始まる交流戦を前に、現在チームは最下位、その事実は変わらないし、そこは仕方がない。相変わらず大正義巨人軍がズバ抜けて強いです。その下横浜、ヤクルト、阪神、広島と並んでいて、うちという感じになっていて、その広島とのゲーム差、以前2ゲーム差、うちの影に隠れてカープもシャレにならないくらい弱いんでね。てか弱い同士の対決やったんや、さっきのカードは。その弱い者同士の中で起きたことっていうのはそんなにポジっていいことなのか。パリーグを相手にってなった時に同じことが今回のようにできるかって言ったら、なんかできるんじゃない？きっとね、強打がいればね、なんかできそうな感じもします。でパリーグに関しては現在西武がトップ、その下楽天、オリックス、日ハム、ロッテ、ソフトバンクが最下位か。リアルは優勝目前からオリックスに奪われるという不甲斐なかったが、この世界は単純に不甲斐ないね。あの強いソフトバンクはもういない。まあこういう順位表になっているので、戦う際はソフトバンクに対しても、まあ弱いチームに対してはもちろん強い結果を残し、強いチームに対しても強い中日っていうのをお届けできたらいいな。今回いいも悪いも騒がしい動画にはなりましたけど、ただ気持ちよく勝って、気持ちの良さを抱えたまんま終われる、この気持ちの良さってなかなかなかったなこれまで。でもここにはあるので、この気持ちの良さを継続し、次回以降もお届けしていきます。興味があれば見てくださいな。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。